ベルシャザルの共演は、オランダ黄金時代の巨匠レンブラント・ファンレインが1635年から1638年の間に制作した絵画である。油彩。主題は、旧約聖書、ダニエル書5章で言及されているシンバビロニア帝国のオーベルシャザルの物語から取られている。制作経緯や発注者については不明だが、おそらくアムステルダムの裕福な商人からの発注か。 あるいは、歴史画家の地位を確立しようとするレンブラントの試みとして制作された。現在は、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。旧約聖書、ダニエル書5章によると、バビロニアの王ネブカドネザル2世は、エルサレムの神殿を略奪し、黄金の杯などの神聖内物を盗み出した。その息子、ベルシャザルが主演を盛大に模様した際に、 不が、ユダヤ人から略奪した酒を使用したところ、神の手が現れて、ベルシャザルの知性が崩壊する予言の碑文を壁に書いた。しかし誰もその文字を読むことができなかったため、王が思い悩んでいると、そこに王妃がやってきて、ネブカデネザルによって、博士や戦術士らの長とされたダニエルならば、きっと文字の意味を解き明かしてくれるでしょうと言った。そこでベルシャザルがダニエルを呼ぶと、 彼は壁には、メネ、メネ、テクル、ウファルシンと書かれており、神があなたの王国に残された日数を数え、それを終わらせることを決定しました。あなたは天秤にかけられ、あなたの王国を欲しいと思っている、メディア人とペルシア人に与えられるでしょうと解釈した。ベルシャザル王はその夜のうちに殺され、王国はアケメネス朝ペルシアの支配するところとなった。なお、ベルシャザルは、 史実では、ナボニドス王の王子であり、王として即位していない。レンブラントの1632年の絵画、高貴なスラブ人。メトロポリタン美術館所蔵。レンブラントは、ベルシャザルが模様した大宴会の最中に、神の手が突如出現し、壁に文字を記す場面を描いている。絵画は深い暗闇と一条の光の下で、 繰り広げられる物語の一瞬のドラマを捉えている。驚いて立ち上がり、目を見開いたベルシャザルの表情からは、怯えの感情が読み取れる。ベルシャザルの周囲の高貴な女性や大臣たちも、驚愕の表情を浮かべている。黄金の大皿は、テーブルの上でひっくり返り、画面右の女性はのけぞった表紙に手に持った酒から、ワインをこぼしおている。レンブラントは海外に登場する。 人々の高価な毛皮は、真珠や宝石、ベルベット、乳白色のレース、とりわけベルシャザルの精巧な刺繍のマントといった豪華絢爛な衣装や柔らかな肌を豊かな質感で表現している。レンブラントは友人や家族に絵画のモデルになってもらい、異国風の衣装を着てポーズをとってもらった。ベルシャザルに噴した男性もレンブラントのいくつかの絵画に登場している。 この男性はメトロポリタン美術館の高貴なスラブ人で非常によく似たオリエンタル風の衣装を着ている。この作品は肖像画ではなく17世紀のオランダで非常に人気があったトローニーとして描かれている。ベルシャザルの隣にいる女性はおそらく最初のつまさすキアファンオイレンブルフである。彼女はほぼ同時期のナショナルギャラリーの別の絵画アルカディアの衣装を着た。 サスキアファンをオイレンブルフに描かれている。絵画の興味深い要素として、壁に記された文字が挙げられる。レンブラントは、アムステルダムのユダヤ人地区に住んでおり、彼の友人で、ラビであり、印刷業者のメナセベイイイスラエルの本から、ヘブライ語の一節を得たが、文字の一つを誤射し、ヘブライ語が書かれているように右から左に、横列ではなく、重列に配置した。 この最後のディテールは、なぜベルシャザルや大臣たちが碑文を読み解くことができず、ダニエルを呼ばなければならなかったのかという疑問と関係しているため、非常に重要な要素である。聖書は不可解なメッセージが、いかなる言語を用いて記されたのか言及していないが、絵画のように右から左に記された縦の文字列ではなく、一般的に、ヘブライ語と同様に右から左に、 オ列で書かれたアラム語であると想定されている。バビロニアの指揮者たちが文章を解読できなかった理由について説得力のある説明がないのに対して、レンブラントはおそらくメッセージを従来の読み方では意味がわからない型破りな文字列で描くことで彼らが理解できなかった理由を示唆している。これはバビロニアのタルムードサンヘドリン 22A で研究されているアーモーラー。 ネハルデアのサミュエルの意見と一致している。ベルシャザルの共演における、レンブラントの塗料原料の取り扱いと、絵画技法はどちらも、例外的であり、他の、どの作品とも比較できない。使用された顔料にはバーミリオン、スマルト、鉛鈴木、黄色、赤い霊気顔料、オード色、アズライトなどが含まれており、非常に豊富である。画布を構成する2辺の布は、 レンブラントの書斎のミネルバとミュンヘンのアルテピナコテークにある遺作の犠牲の複製の画布と同じ記事が用いられている。本作品を所有した第10代ダービー伯爵、ジェームズ・スタンリー。絵画が最初に記録されたのは1736年、ダービー伯爵家の邸宅のオズリー・ホールにおいてであった。ジョージシャー不況によると絵画は、イギリスの画家ハムレット・ウィン・スタンリーが、 第10代ダービー伯爵ジェームズ・スタンリーのために購入したものであり、それ以来、絵画はダービー伯爵家が所有していた。1964年にナショナルギャラリーはアートファンドの援助を受けて本作品を購入した。当初、絵画の存在はイギリス以外ではほとんど知られておらず、傑作とはみなされていなかった。1857年に開催されたマンチェスター美術。 名宝博覧会で展示された時、キュレーターであったシャーフは、絵画全体が立ち居振る舞いの大胆さにもかかわらず、制裁を書いており、制作は不十分であると書いている。この賞賛を書いた評価は、聖書物語の現代的な描写、特に画面のサイズと構図の壮大さによってはるかに高い評判を得たジョン・マーティンのベル・シャザルの共演と比較して説明することができる。この評価は、 レンブラントの歴史画の再評価とともに20世紀後半に改められた。ベルシャザルの共演はナショナルギャラリーによって購入された後非常に人気がありアルバムカバーなどの商品のイラストとして何度も使用された。2014年にはナショナルギャラリーの画像の中で3番目に認可された。ありがとうございます。